伝で受け継がれる日本の成り立ち、竹内文書。竹内文書とは古代の文書を予想たとされる義書とされており、神代文字で記され、武烈天皇が勅命により竹内宿根の孫にあたる舳倉の纏が漢字とカタカムナ文字混じりの文を訳したとされる写本群と、文字の刻まれている石や鉄剣の総称を言う。内容としては神武天皇から始まる現在の皇朝を神武大和朝と呼び、上皇21代天皇がイザナギであるとしている。またイスキリスクリスマスの遺言で始まる文書には、キリストはゴルゴダの丘で亡くならず、その後日本の青森県に渡来したと記されている。